ユーラブルグント王国は、旧ブルグント王国のあった地域のユラサンガミアクイ北に存在した王国。ウエブルグント王国、コーブルグント王国、トランスユラニア王国とも呼ぶ。現在のスイス中西部に、フランスのブルゴーニュ地方東部を含めた地域にあたる。この地は、カロリング町、フランク王国の分裂後、中部フランク王国、さらにロタリンギアの一部であった。 ロタリンギア王ロタール2世は、在地貴族の統制のためベルフ家のセール博コンラート2世を招き、コンラートはこの地で権力を確立した。ロタール2世の死後は、メルセン条約により東フランク王国領となったが、その後リブモント条約で分離した。フランク王国を一時統一したカール3世が888年に死去し、 コンラート2世の息子ルドルフ1世が上ブルグントを継承して、ブルグント王位につき成立した。933年、ルドルフ2世が、ウーゴのキスユラブルグント王国を併合し、それ以降は単に、ブルグント王国と呼び、またその時アルルを首都としたため、アルル王国とも呼ぶ。王国成立後もジュネーブ博やサボヤ家などの、在地貴族の勢力が依然として強く、 国王ルドルフ3世は司教に支配権を与え、支配強化を図った。これが、後の政界諸公領形成につながっていった。1032年、ベルフ家の最後の男系の王ルドルフ3世が死去し、ルドルフ3世の命と結婚したローマ皇帝コンラート2世が、ブルグント王となり、ブルグント王国は神聖ローマ帝国に併合された。表記は、 キスユラブルグン島王国平合年。1032年、ブルグン島王家は断絶し、それ以降ブルグン島王位は神聖ローマ皇帝に引き継がれた。ありがとうございます。